小林誠也と安田雅史と松本ひろかの初めの散歩。あれ、ぐったぐただ、ごめんなさい。はい、皆さんこんばんは、小林誠也です。今回も僕らの番組を聞いていただきましてありがとうございます。安田雅史です。そして皆さんこんばんは、女優の松本ひろかです。はい、先月ゲストに来ていただいた松本さん、はい、なんと今月から2ヶ月連続松本ひろかプロモーション大作戦として、はい、僕らの番組に4回連続でご出演いただきます、はい、プロモーション大作戦というミッションにもかかわらず、まあ、僕らのこの番組を選んでいただき、まあ、それは光栄なんですが、まあ、とにかく僕らも少しでもまあ貢献できるように頑張りたいと思います。お願いします。はい、お願いします。はい、それではまず松本さんに改めてご挨拶の方をお願いしたいと思います。はい、前回少しだけゲストとして出させていただいたんですけど、はいはい、なんかズーズーしい形でこんなしていただいてありがとうございます。女優の松本ひろかです。はい、はい、どこまでやったらいいか分かんない。後ほどあの、はい、自己紹介をしっかり、はいはい、お願いいたします。はい、もうね、ほんと2ヶ月連続で8月から今月は9月でもうね、そうですね、はい、本当にありがとうございます。こちらこそ、はい、来月もということで何回も、はい、いいですよ。まあね、前回8月ということで、はい、あの平成最後の夏でしたもんね。そうですね、もう世間ですごい騒がれてるというかなというか話題になってたんですけど、はい、何かこう事件というか、なんか皆様いろいろあったりとかしたような聞いた感じが、はい、平成最後の大事なんかちょこっと聞いたんですけども、僕はですか、はい、僕で一回行くと、はい、僕、大阪に行きまして、おー、はい、まあ、高校野球やってたもんで、なるほどなるほど、まあ、今年100回大会記念大会だったので、そうなんですか、それをまあちょっと見ることができて、はい、ちょっと僕内心すごい良かったなと、まあ、詳しくは来月ちょっと2本立てじゃないですけど勝手にこれやっちゃいますけ ど、来月に詳しい話、詳しく、はい、なるほど、楽しみにしてます松本さんは何か。松本は何だろうな、はい、なんか毎年というか、はい、夏と冬にコミケに、はい、行ってるんですけど、コミックマーケット、はい、はい、今年は2日行こうと思ってて、そしたら、はい、なるほど、はい、2日目の方に、はい、行こうと思ってたら大寝坊しまして寝坊しちゃったんですか。友達と行こうって話をしてたんですけど、二人して寝てて、二、はい、人して二人して寝てたんですよ。救えない、うん、で結局一日行けなかったっていう。なるほど、なるほど、うん、そうだったんですか。そうなんです。コミケはそういえば、うんうん、ひろかさん、はい、あのコスプレとか。そうなんです、コスプレが趣味で、はい、コスプレするんですけど、はいはいはい、それはあれですか、来月詳しく、僕と同じように、じゃあ来月詳しく話させていただきますね。日本だと、いやもう本当にすごいことになりますね。あ、もう来月楽しみでございます、はい、ということでね、はい、改めましてこの番組初めの2分パーソナリティを務めさせていただきます、私小林誠也の自己紹介をさせていただきますと、1996年熊本県生まれで現在俳優として勉強中です。最近は22世紀寓話という映画にアクセサリーデザイナーの役で出演させていただいたり、その他いろんな番組 CM などのエキストラに参加のほか、上演作品の DVD ジャケットデザインなど担当させていただいたりと、役者以外にもいろいろとパフォーマーとしてチャレンジさせていただいております。将来はできれば幅広くいろんな分野でマルチに活動したいと頑張っております。はい、私安田雅史も、1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、現在は小林さんと同じようにエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。まあ、最近は小林さんと同じ作品22世紀寓話に主演の方の同僚役として、まあ、結構大事な役どころとして出演させていただいております、はい、まあ、将来は俳優として皆さんの記録に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいと思っております。はい、私松本ひろかも1996年生まれの、はい、大阪府出身になります、はい、私は高校までは、美術を中心に勉強してて、ほう、
そうなんですよ、実は美術なんですね、はいはい、美術を勉強してて、そこから舞台に興味を持って、演技に興味を持ってっていう形で今女優さんを目指しています、はい、で女優だけでなくポーカーを広めるユニットとしても活動していたり、自分ができることをできるだけやっていきたいと思ってます、はいはい、ありがとうございます、はい、ではまず一つ目のコーナーは、はい、はいはい、マー君ジャスト50の一人旅のコーナ ー、 イエーイこのコーナーはプチ一人旅が好きな僕、安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような生き方をご紹介させていただくというコーナーです、はい、ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは変えることもありますこと、ご容赦ください。今回も、まあ、先ほどオープニングでもお話しさせていただいて来ました通り、まあ、平成最後の夏ということもあって、ね、はい、でまたまたちょっと足を伸ばしまして、神奈川県の由比ヶ浜駅に、お、由比ヶ浜、はい、参りました。はい、それではまず、まあ、なぜ今回この由比ヶ浜駅を選んだかと申しますと、はい、前々回のジャスト50の一人旅の時ですね、はい、伊豆急下田駅に向かう途中ですね、まあその時にあいにくの天気ではありましたが、そうですね、まさに車窓から見える光景に海が、はい、飛び込んでくる時があったんですよ、はい、でその時にあー海行きたいって思ってしまい、まあ、毎年 1,2 回は行ってるんですよ、はい、僕夏に、はいはい、で今年そういえばまだ行ってないなと思い、まあ、今回ちょっとこのコーナーをちょっと利用じゃないですけど、ですけど、由比ヶ浜に行くことに決めました。なるほど。まあここでですね、由比ヶ浜駅がどのような駅か、まあ、簡単にご説明いたしますと、はい、ます、神奈川県鎌倉市由比ヶ浜三丁目にある江ノ島電鉄の、はい、駅で、開業は古く、なんと1907年、明治40年だそうです。100年以上、すごいですよね。明治ですからね、はい、現在は一応無人駅だそうですが、まあ、夏休みや正月などには、まあ、駅係員や警備員が配置されるそうです。ちなみに由比ヶ浜駅はその駅名にもなっている由比ヶ浜海水浴場まで、はい、なんと徒歩5分の近っ、そうなんです、位置してます、まあ、そして2016年の調査データによりますと、はい、1日の平均乗降人員は2062人だそうです、まあ、そんな由比ヶ浜駅に今回私安田雅史がどのようなルートで向かったかといいますと、はい、行きはですね、山手線の外回りに乗りまして、はい、田端駅から品川駅まで行きます、はい、ここで13駅です。はい、そこで横須賀線に乗り換えまして、うん、品川駅から鎌倉駅まで行きます、はい、ここで10駅です、はい、そして江ノ島電鉄に乗り換えて鎌倉駅から由比ヶ浜駅と、はい、ここで2駅合計ちょうど25駅となります。25駅そうなんですよ、はい、でするとまあこのまま行きのルートと同じで帰り行ってもよかったんですが、はいはい、まあ、せっかくなんで帰りは全く違うルートにチャレンジしてみました。なるほど、はい、まあ、それは、はい、まずですね、江ノ島電鉄に、まあ、ここは同じく乗りまして由比ヶ浜駅から鎌倉駅まで行きます。あ、はい、同じく、はい、でここで2駅、はい、そしてまた横須賀線に乗り換えまして鎌倉駅から戸塚駅、戸塚、はい、ここで3駅です、うん、そして上野東京ラインに乗りまして、はい、戸塚駅から横浜行く、隣の横浜駅に行って、はい、はい、はい、駅です。そこで、湘南新宿ラインに乗り換えまして、はい、横浜駅から大崎駅まで行きます。はい、でそこで4駅なんですね。はい、で大崎駅から同じく山手線の外回りに乗りまして、田端駅までぐるっと行きます。外回りで帰ってきたんですね。そうなんですよ。でトータルこれで25駅と、はい、まあ、これで駅と帰り合わせますとジャスト50になるんですね。はい、まあ、ちなみにこの工程だとちょうど、まあ、先ほど言いましたけど、いや山手線使ってるんで、うん、まあ、全て通る、そうですね、通るという一周ぐるっと回るという、まあ、結果になってしまい、まあ、正直結構長いルートでした確かに、はい、そしてこの由比ヶ浜駅の行った感想ですが、はい、まあ、無人駅ということで、はい、まあ、あまり大きいとは言い難い駅ではありましたが、さすがに夏休みというのもあってか、まあ、乗降客は多く、はい、まあ、意外と賑わっていました。
前にくその日はまあ曇っていて、まあ、絶好の 海水浴日和とまではいきませんでしたが、はい、まあ、それでも海水浴を楽しんできてらっしゃる方々が多かったです。まあ、僕はスケジュールの都合もあって、はい、まあ、残念ながら足だけの海水浴足だけ入ったならよかったですよ。まあ、そうですね。まあ、でも風と水が本当に気持ちよかったです。あ、はい、皆さんもぜひまだ海水浴には十分間に合うとは思いますのでこの週末由比ガ浜を訪れてみてはいかがでしょうか。以上、今月のマー君ジャストの50の一人旅のコーナーでした。改めまして、現在放送中のはじめの2歩、改めはじめの3歩、はい、担当は小林誠也と安田雅史の新人俳優、そして今回は松本ひろかがお送りしています。さて、今回は女優の松本ひろかさんをお迎えしておりますので、はい、スペシャルトークコーナーを設けさせていただきました。題して、ひろか実はこんな面もあるってよっていう、はい、はい、どうでしょうこのコーナー。やばい、やっていけるかな。やっていけ、うわ、いきなりそんな不安を仕分けられた。このコーナーは普段女優としてタレン、女優やタレントとして、はい、そしてアイドル活動もまで幅広くご活動中の松本さんの本質というか、はい、その部分で、はいはい、もっとご自身について語ってもらおうと思いご用意させていただきました。ありがとうございます。まず今回はですね、はい、僕らも好きでありますが、まあ、アニメ、それも一作品に限定してその熱い思いをお話ししていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。では大丈夫でしょうか。はい、はい、頑張ります。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ、はい、私が多分、はい、一番好きな漫画なんですけど、ハンターハンターについて、はい、ハンターハンター、はい、お話しさせていただければと思います。はい、はい、お願いします。ハンターハンターは、はい、富樫義博大先生による、はい、1998年から、はい、ジャンプで連載が開始された大人気漫画なんですけど、はい、まあ、略称は、はい、ハンターハンターの最初の文字を取って、はい、H×H とか、あ、普通にハンターみたいな、あ、ハンター、訳し方になってまして、はい、主人公の少年のゴンフリークスが死んだって聞かされていたお父さんに会うためにハンターになって、仲間たちと絆を深めるような、はい、なんだろう、冒険を描いたお話になってます。はい、はい、そうですね、はい、でですね、はい、ハンターハンターが私が一番最初に見たのが小学生とかだったんですけど、はい、あ、もう結構幼い頃、はい、そうなんです、はい、小学校大体登校する時間帯に朝の子供劇場っていうので8時ぐらいから放送されてたんですよ、はい、昔のアニメが、あ、昔、あ、なるほど。でも登校しなきゃいけないから見れないみたいな感じで見てて、はい、遅刻していくみたいなのがあったんですけど、遅刻覚悟でも見てた、それほど大好きっていう、そうなんですよ。それで結局親がそれに、まあ、学校の方が大事だということで、はい、蔦屋とかでレンタルして、家族4人で、はい、自分の兄弟と親両親2人とで一から全部出てるのを、もう家族で見た作品になるので結構思い入れが強いんですけど、すごいですね、はい、で登場人物がゴンの他にもメインになるのが4人いまして、はい、はい、4人、はい、ゴンフリックスとキルア、はい、あとクラピカ、レオリオっていう4人が、まあ、はい、最初の方はメインになっていく話なんですけど、はいはい、なんて言ったらいいんだろう、もうどこから説明しようって結構迷って熱い思いがくすぶってハンターハンター好きだけど話すとなると結構そうですね、初めてのコーナー緊張すると思いながら、多分もうあの番組一つ使っても話せるかどうかぐらいのなんかなんちゃら編みたいな、あ、いっぱいありますからね、ハンター試験編とかキメラアントとか、はい、なんかゲーム内に入っちゃうグリードアイランド編とかいろいろあるんですけど、はい、そういうのがあるからどこを話そうと思ったんですけど、今回、はい、念能力とかが出てくるんですね。あ、はい、そうですね、はい、念能力が出てくるので、それをちょっと話せるかな。まだ不安がってる。いやいやいや、話しましょう。話しましょう。まあ、主人公たちが戦っていくにあたって、はい、念能力っていうものを身につけるんですけど、はい、それがなんか
もともと自分が持ってる潜在能力みたいな形でどれが得意かみたいな、はい、念能力にも6種類あって、系統、はい、系統ですね、はい、系統が6種類あって、それをまず見極めてからそれを極めていくみたいな形があるんですけど、はい、その極め方が、見極め方が水を入れたグラスに葉っぱを浮かべて、はいはい、それに力を込めると水が味が変わったり量が増えたり色が変わったり、はい、葉っぱが動いたりとか、はい、そういう変化によって、あなたは強化系ですよ、変化系ですよ、はい、みたいな、その念能力をどう使えるかみたいなのがあるんですけど、はい、それを昔やったことがあって、松本さん自身がですか？コップに水を入れて葉っぱを浮かべて、あーなるほど、あでもありますよね、こうアニメとかゲームとかで真似しちゃう、真似しちゃう、影響しちゃう、そうなんですよ。でも動きました、どういう変化、何も変化私は何もないみたいに、ね、慣れずみたいな、念能力習得できずみたいな形なんですけど、はい、面白いなそれは。意外とでもなんか、はい、キルアが私は好きなんですけど、はい、グラピカっていうキャラクターを好きな子だったら、はい、チェーン腕につけてたとか、あなるほど、なりきるじゃん、ユニコーンね、多分この年20過ぎてから、はい、漫画を読んだりするとそこまで影響ないと思うんですけど、はい、中学生だったり小学生の時に読むとやっぱ面白い作品なのかなと思ったり、ね、いやでも僕あれですよ、はい、昨日一昨日ぐらいにそのアニメを昔で見たんですよ、 はいはいはい、あれ面白いですよ、全然もう僕たちが見ても良かったです大人が見ても大人が見ても面白いと思います。そうですよ、ただその戸賀地さんがねちょっとね連載の方が大変そうなので、大変そうなの、進むのは遅いんですけどではそのハンターハンターのあらすじというか、はい、そのストーリーはどういった感じで、ストーリーは一応最初にもお話ししたんですけど、はい、もともと親が死んだって聞かされていたお父さんが、はい、お父さんのジンっていうキャラクターがいるんですけど、はい、ジンが生きてると知って、はい、でジンがしかもハンターをやってるっていうのを知って、はい、主人公のゴンがジンを追うために、ジンに会いに行くためにハンターになるっていう、同じ父親と、はい、うん、 そうだね、その中で、ジンが作ったものとか、はい、そういうのを触れてどん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 進んでいくんですけど、うん、今のまあ言わない方がいいのかな、何なんだろうこれ、ネタバレどうなんだろう聞いてるリスナーさんにね、結構言いたいけどね、言いたいけど、ね、どこまで言っていいか分かんないから読んでくださいぜひ松本さんも、ね、ぜひぜひアニメも最初の方と、はい、昔私が見てたのは昔の方だったんですけど、はい、新しく第2期というか、そうですね、リメイクというか、リメイクというか、はい、そうですね、もう会社も変わって、ね、声優さんも変わって、はい、そうですね、で新しくアニメ放送、はい、あったので、はい、そちらもね、ぜひ、はい、ぜひよければ見てみてください、はい、簡単にこう世界観とかも、世界観どういう、そう念能力があってっていう、こう念能力、念能力があって、はい、そのまあなんて言うんでしょう、まあ難しいっちゃ難しいですよね、そうなんですねこうジャンプ系によくあ る, くある戦い出したらもうそれ、そうそれ、ね、念能力使い出したら無敵なんじゃないかみたいな感じするんですけど、はい、がそのキメラアント編だったりとかでその、はい、出てくるへんそのストーリーのところによって敵が全然違ってくるので、はい、そこも面白いところかなと思いますね、はい、もう人間じゃないのと戦い出すので、そう、はい、そう人型じゃないと、で今一番新しい漫画だと暗黒大陸っていう、はい、今いる世界の他に別の世界があるんじゃないかっていう、パラレルワールドみたいな、そんな感じですね、そこに暗黒大陸と呼ばれているところに行くっていうお話になってるので、おはい、熱いですね展開が続き気になってるハンターハンターのこういろいろ話があるからこう、はいはい、いろんな違った楽しみ方ができるっていうのも面白いですね、うん、そうですね、なんか結構話をしてると何編が好き何編が好きって人によって全然違うので、はい、違いますもんね、私はグリードアイランドっていうゲームの中に入る世界が好きなんですけど、はい、おなるほど、はい、それのおすすめのシーンというか、おすすめのシーン、ここを注目してほしいみたいなのってありますか。そうですね、私なんか
敵キャラとも、もともとは敵のキャラクターとも協力してドッジボールをするシーンがあるんですよ。どういう状況だそこが結構私は好きで、そこをみんなにぜひともぜひとも見ていただきたいです。ちなみにそれは何編って呼ばれる？あ、グリードアイランド編です。そうゲームの、はい、あ、ゲームなんですね、はい、ということで、はいはい、ぜひとも皆さんチェックしてみてください。お願いします。はい、いかがだったでしょうか。もうヒロカ、実はこんな面もあるってよのコーナー少しはこう松本さんのね、はい、普段のあまり見られない一面が垣間見えたのではないでしょうか。松本ヒロカさん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。これからも皆さん応援とともにどんどんお便りお願いいたします。ファックス番号047-303-3974 047-303-3974、 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、fmu@fmu.co.jp、 はじめの2分までお待ちしております。はい、ということで、もう今回ねコーナーをちゃんともう、はい、ご用意してという形で。どうでしたか、初コーナー。いや、なんか無理無理ですまとめるの怖みたいな。まとめるとなんじゃね、どこで話を切ろうかみたいな。どんどん話がそれてっちゃう体質なんで。あ、なるほど。話し出すとどんどんいっちゃうんですね。ハンターハンター、特にこういろんな大きいですから、ね、いい情報量というか、もうちょっとちっちゃいものにすればよかったかな。いえ、もうあの思い入れのね、まあ、一番強い作品ということで、ひろかさんが、ね、一番好きなものを紹介していただければもう、はい、皆さんもぜひもうちゃんと伝わったと思いますよ。そうです、あの熱量というここにいて分かりますもんね、熱さじゃないけど愛がすごいです。もう伝わってほしいですね、これも、はい、聞いてる皆さんにも、はい、じゃあということでね、はい、次回も来ていただけるということで、はい、お願いいたします、はい、じゃあそれではスペシャルバージョンはじめの散歩、はい、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います、はい、この番組のパーソナリティは小林誠也と安田雅史と松本ひろかでした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。揃った揃った